皆さんこんにちは、浦中です。今回ですね、トレーナーズインタビュー第3回目ということで、今回も素晴らしいゲストの方に来ていただいております。来ていただいております今回の撮影場所ですね、金子さんに今日来ていただいたんですけども、この撮影場所は金子さんのご自宅で、はいはい、撮っておりまして、来ていただいたではないので、はい、今回は金子さんのご自宅で撮っております。はい、ちょっと改めましてですね、はい、金子さん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、金子さんとはつい1週間前ぐらいですか、1週間前に初めて、お会いしたんですけれども、もともと共通の、経営者の方のですね、知り合いというかが、いらっしゃいまして、その方からですねご紹介をいただいて、一度お話をして、で今回またそれからすぐに、こういう場を設けさせていただいたんですけども、私自身も、前回多分 4,50 分ぐらいお話を、はいそうですね、はい、させていただいたかと思うんですけども、今回このインタビューも僕自身も、全然、金子さんのこう隠された部分もまあそうですね、やってきたところっていうのは、はい、そうですね、あんまりそのまだまだお話ししないところもたくさんありますよね。そうですね、なので、私も一視聴者として、いろいろとお話を伺っていきたいなと思っております。ではまず初めにですね、はい、この動画をこうご覧いただいている方の中には、もしかしたらさんのことをご存じない方も、はいはい、いらっしゃるかと思いますので、簡単にですね、自己紹介というか、はい、今こんなことをやってますよっていうところのお話をしていただければなと思います。はいはい、ですね、2004年に専門学校を卒業しまして、はい、でその年にアールボディプロジェクトという会社に入社をして、はい、で、約10年間、パーソナルトレーニングだったりとか、リハビリテーションとか、はい、そういったことを1日5、6人もう年間で1000人近く、10年間見てました。うん、で、それをやりながらアイスホッケーのジュニアの代表のトレーナー、はい、大学ラグビーのトレーナーも並行してやって、で今年の、2013年の1月末に退職をして、今独立をして、パーソナルトレーニングじゃなくてプロチームの仕事だったりとか、そういうことをやってます。はい、もうすでに、独立されて、はい、ご活躍をされてる金子さんなんですけれども、そもそもですね、はい、まずトレーナーっていう職業ってですかね、はい、こうトレーナーをこう目指すなんかきっかけみたいなのってあったんですか？そうですね、もともとサッカーをやってて、はい、で高校へ進学するのもスポーツ推薦で入って、そうですね、はい、で大学は経済学部に行ったんですけど、大学に進学する経緯というのもちょっとスポーツを生かして入った部分があったんで、うんうん、もう本当にスポーツしかしてないですよ。あ、そうです、はい、もう小中高大学の最初までスポーツしかしてないですね。もうずっとサッカーですか？サッカーです、うん、はい、で大学入って、でいざ卒業を待つときに、やっぱりスポーツの仕事でやっていきたいなと、っていうところから、ちょっとスポーツの現場で働く資格って何があるかなと思って考えたときに、調べたときにアスレティックトレーナーって仕事をたまたま見つけたんで、ああそうでした。もうアスレティックトレーナーってものは何なのかも全く分からないまま、ああ学校に入ってとりあえず資格取って。例えばスポーツ現場で働けるんだろうなと思ってやってましたね。うん、結構いろんな、方がいて、はい、この前回、インタビューさせていただいた方も PTC の方なんですけど、はい、全然何もアスレチックトレーナーって何か分からずにアメリカに渡ったみたいな話をされてたんで、はい、意外にこう明確な、なんかこうあれがあって、はい、勉強に行くとか、はい、じゃない人も結構いるんだなっていうことで、そうですね、多分その時に鍼灸師に出会ってたら多分鍼灸師になってました、ね、そうかもしれないですね、はい、その時に ATC しかなかったら ATC でもなってたと思うんですよ、うん、はい、ただそこで大切だったのはちょっと言ってなかったんですけど、大学3年生の時にちょっとふくらは病気になって、はい、でちょっと大きな病気だったんで、これはまずいなと、これは元気なうちに親孝行したいなと、どんな形で親孝行をするのが一番いいかなと思った時に、
これはもう僕にスポーツに関してお金をもうたくさんかけてくれてたんで、うん、スポーツに関わる仕事で家族持って幸せに生きるってことを見せてやりたいなと、うん、あ、そうですね、っていうところから卒業の時に、まあ、たまたまトレーナーって仕事がいいかなと思って、うん、入ったところがスタートですね。結構じゃあトレーナーのイメージ的なあれが強かったですか、そうですね、どういうことをするかっていうよりも、まあ、はい、もうスポーツの現場で選手と優勝決まる試合で笑ったり泣いたりする、うん、このぐらいしかイメージはなかったですね。で、まあ、実際にそうトレーナーを目指して、はい、で、まあ、大学卒業してから進学を、されたかと思うんですけど、はい、その、まあ、専門学校の期間中、在学中にいろんなこう勉強をされてきたと思うんですけども、はい、その進学する前と実際に入ってからで、こうトレーナーのこう印象というか、はい、印象、イメージ、そういったものってこう結構変わったりしましたか？そうですね、あんまり大きな変化ってなかったですね。というか、その僕、専門学校に入った時の目標っていうのはもう一つだけで、はい、決めた資格を取る、なるほど、以上だったんですよ、はい、だから実習の現場にもほとんど行ってないですし、とにかく勉強することだけしかやってなかったんで、なんか印象っていうのはあんまり見てないから変わってないっていうのはありましたね。でもその勉強すること自体やっぱり楽しかったですか？はい、楽しかったですね。やっぱり勉強ってこんな楽しいんだなと思って、はい、もうちょっと早く気づいてるかなまあね、でもサッカーで楽しんだからいいかな、まあ、好きだからこそ勉強できたっていうのはあるんですね。そうですね、はい。でまあ、そういう、まあ、2年間ですね。そうですね、2年間です、はい、2年間、学生生活を送られた後すぐにこう就職されたんですか？そうですね、実際にアルボディプロジェクトって会社に入社したのは卒業の年の11月なんですけども、はい、少しじゃあ前前置きがあるんですよ、はい、はい。まあその期間、実はその卒業する年の1月に、はい、大学ラグビー の、はい、ヘッドトレーナーの話が決まったんで、あ、もうその時点で、はい、卒業前にしてトレーナーの話が決まったんで、すごいですね、それやりながら、はい、11月まで始まるのを待って、はい、で入社したって感じです。はい、専門学校卒業する時の 1月、うん、そうです、だから 3月末に卒業じゃないですか、はい、あ、なるほど、1月にラグビーの仕事が決まりその、もうそこからも仕事は始まってるんですけど、はいはい、で次の11月に入社されたと、はい、あ、なるほど、4月入社じゃなくて11月だ、11月、はい、なるほど。ちなみにその R ボディさんに今入る、その前には大学のラグビーでのトレーナーが決まる、はい、この前後というか、なんていうんですかね、その決まるにあたってどういう経緯があってこの大学ラグビーのトレーナー決まったんですか？そうですね、大学ラグビーのトレーナーは大学ラグビー その強化スタッフの人が、はい、前任のトレーナーがとても高かったらしいですね、フィーが。あ、なるほど、はい、でそこで考えたらしくて、はい、専門学校を学校を卒業してすぐ の、はい、優秀でなんだけど経歴のない若いトレーナーを探していると。なるほど、要は安くてこれから伸びしろがあるトレーナーですね、はいはい、って言って学校に相談が来て、学校の先生がたまたま僕に声をかけてくれて、なるほど、それで決まったんです。じゃあ RD 経由ではなくて学校経由で、学校経由で、はい、なるほど、まあ、ある意味そのチャンスを掴んだわけですね。そうですね、で、まあ、そこで決まって11月に今度 RD に入社をします、その入社のきっかけって、はい、どういったこう経緯だったんですか？あ、それはですね、それも学校の先生に、はいはい、僕はラグビーの話が先に決まってるんで、ラグビーメインでやっていこうと思って。でもラグビーって週3回ぐらい契約になってたんで、はい、あと週4回どうしようかなと思ってたら、うん、たまたま学校の先生が僕の前の会社の社長の鈴木武っていう人が会社を作るから、はい、ちょっと面接受けてみなって決めて、あ、わかりましたって言って受けたのがきっかけです。なるほど、でも相当こう学校の先生にこう、なんていうんですかね、
ある意味目をつけられてた。そうですね、あのとてもよくしてもらってました、うん、はい、あの気合だけはと勉強のところだけは、あのどの人よりもやってたつもりなので。じゃあまあそういうところで、まあ一つチャンスをつかんで、まあ二つですね。そうですね、はい、今思えばすごいですね。まあ、なかなかこうそのチャンスが巡ってこない人の方が多分多い、はい、まあ、もしかしたら巡ってきてるんだけど気づかないというケースもあると思うんですけど、はい、まあ、でも圧倒的にそういうチャンスが回ってこない人が多い中 で、 そ, うです、ね、それだけのこうチャンスをつかめるというのは、はい、それはすごいことですね。そうですね、それはもうありがたい限りですね。まあ、11月にじゃあアルボディ入社されて、はい、でそこでまあそのアルボディの仕事とラグビーの仕事をこう両立させながらこう仕事していったような感じですか。はい、そうですね、あのやってました。結構激しく、その辺は激しくやってました激しくというと、ですね、やっぱり週3回は行くんで、はい、あの仕事終わった後に行くわけですよ。つまり朝晩っていう仕事をして、朝5時ぐらいに会社に行き、はいはい、あの仕事を8時間プラス休憩1時間で、うん、まあ、3時半ぐらいまでやって、4時半ぐらいまでやって、そこからすぐ大学の方に移動して9時ぐらいまで、あのトライアルの仕事をして帰ってきて、でそのまま家に帰らず、そのまま会社に乗って夜の仕事やって帰るみたいな生活をずっとやってましたね。そういう、なんですか、ある意味こう仕事漬けの、はい、まあ、日々を最初の頃こう送ってたわけじゃないですか、はい、そうですね、はい、それをこうさせる原動力みたいなのってどういうものだったんですか。そうですね、いやもうなんかやるしかなかっただけですよね。あのその先にどういうものを描いてるかって全く考えずに、ね、もうとりあえず目の前にあるいるお客さん、目の前にいるチームにもう貢献したい、まだまだ自分はまだ若造だから頑張って成果を出さないとっていうところにだけです。もう本当にフォーカスのその力っていうのが多分他の誰よりも優れていたと、他に考えることがないですけど、そこにそこだけしか、それをまずちゃんとやらないとってところしか。どうしても、まあ、僕も結構そういうタイプだとは思うんですけど、はい、これから話すようなタイプだと思うんですけど、こう一生懸命やるっていうことはまあもちろん大事なんだけど、こうどっかでこう逃げ道を作っちゃうみたいな。ああ、まあそうですけどね、僕もあると思うんですけど、そこはやっぱりこう、まあ、会社の上司からも認められて、はい、でまたさらにこうチャンスを掴んでくるきっかけになるんだろうなという、うん、まあ、今ちょっとお話を伺ってて、そんな風に感じたんですけれども、はい、実際にこうアルボディで10年約10年ぐらい、仕事をされてきたと思うんですけど、はい、その中でこう気づいたこと、学んだことがこう人生の糧になったこと、はい、まあ、そういったものって、まあ、ちょっとスパン長いですけど、はい、どういうものがありましたか。どんなものを経験してきたかっていう感じですかね。やっぱりその、まあ、よく代表の鈴木からも、鈴木さんからもよく言われてましたけど、やっぱり謙虚に仕事をしていく、うん、っていうところがもう全てのベースかなと、うん、もう自分に嘘をつかずできないものはできないと、分からないものは分からないと、謙虚さ、おごらずに真面目にやってきなさいっていうところを、うん、まあとにかくなんかいろんなことを確かに言われてましたけど、もう本当にすごい人格者なんで、その都度思う響くことはたくさん言ってくれたんですけど、うん、今振り返ると思うのはやっぱり謙虚に一個一個丁寧にやってきなさいっていうところが、うん、まあ、僕の今感じる大切なことですね、うん、そうですね、謙虚さ、まあトレーナーに限らず、そうですね、まあ、社会人というか人間としても大事な要素ですよね、はい、その10年間アルボディさんで、はい、仕事をしてきて、まあ、もちろんその実際のリアルのサービス、はい、トレーナーとしてのサービスというのはもちろん提供されてきたと思うんですけれども、はい、これちょっと聞いてみようかですね、その